今回のハレスポは岡山県高梁市を拠点に活動する女子サッカーの吉備国際大学シャルムにやってきました。練習に熱が入っていますね。大学生を中心としたチームで今シーズンは女子サッカーの3部リーグにあたりますなでしこリーグ2部を戦います。そんな若いチームに今回頼もしい新戦力が加入しました。元岡山ユノゴーベル日本代表でもプレーした門優佳選手です。チーム最年長の30歳、バニーズ京都から新加入した門優佳選手。中学2年生の時岡山ユノゴーベルに入団し、当時のトップリーグに最年少出場を果たしました。2013年には日本代表にも選出。フォワードもディフェンダーもこなす経験豊富な門選手にシャルムが声をかけ、移籍が実現しました。やはりアスリートのもう見本となる選手なので、やっぱりポジティブで全て前向きにやっていく、やっぱり勝者のメンタリティというものがすごいチームに備わっていくんじゃないのかなというところでは、もうかなり大きな期待があります。岡山のチームでプレーするのは4シーズンぶりとなる門選手に久々のインタビューです。今日本当久しぶりに門選手のプレーを見て、はい、ちょっと懐かしくて胸が若干熱くなりましたね。 ありがとうございます。もうひたむきというか、こうがむしゃらなプレーね。ああ、はい、ありがとうございます。変わってませんね。まあその辺は、はい、昔から変わってないですね。でも声を出せるようになったのは昔から比べたら成長した面だとは自分でも思ってます。大学生の若い子たちの中でもひときわ大きい声ですよね。まあそうですね、意識してますね、はい。今日はですね、はい、まあ、せっかく門選手岡山に戻ってきたということで、これまでの歩みをちょっと振り返っていきたいと思っております、はい、こんなものを用意しました。はい、ありがとうございます。岡山女子サッカーの宝、門優佳の歩み。まずは1990年倉敷市生まれ、はい、男の子とよく遊ぶ活発な、はい、女の子だったと思います。サッカーを始めたのは小学校1年生の時ですね、はい、父の転勤で、静岡に少しいた時代があったので、その時に、はい、始めました。その時はフォワードでもガツガツ行く選手でした。男の子たちに混じってゴールもバンバン決めたという。そうですね、その時は、はい、活躍できてたと思います。そんな中で2004年には中学2年生で岡山ユノゴーベル加入。ユノゴーベルはもう当時トップリーグですよね、はい、そこに加入するという気持ちどうでした？その当時は本当に何もわからない状態でユノゴーベルに入ったっていうので、もうとりあえずお姉さんたちの中でするのに必死でした。宮間綾選手、はい、日本代表の宮間選手もいたし、はい、そうそうたる顔ぶれでしたね、はい、最初の頃は本当に何も喋れず、とりあえずがむしゃらにプレーするのを頑張ってました。2006年には高校入学、岡山県作陽高校、はい、これもサッカーの強豪校。そうですね、今となっては強豪校になってるんですけど、私が入部した当初は本当に7人とかしか部員がいなくて、その中で11人いなかった、はい、11人いなかったんですけど、その中で、チームメイトと一緒に朝練とかも頑張ってました。高校としてなかなか試合ができなかったんですけど、その総部2年目から下の代の子がたくさん入ってきてくれたので、はい、試合もできるようになったし、全国大会まで出場できるチームになりました。当時はじゃあユノゴーベルと作陽高校の二足のわらじで。そうですね、はい、高校の試合はユノゴーベルの試合と被ってしまったので、被っててなかなか出れなかったんですけど、その時は高校では朝練を頑張ってやらせてもらって、で夕方はユノゴベルの練習をっていう感じでやってました。じゃあサッカー漬けの毎日、ね、そうですね、はい、充実してました。でユノゴベルの方でも着々と、はい、まあ、実力をつけていって出場機会もどんどん増えていって。そうですね、はい、出させていただいて。
2008年にはアンダー20のワールドカップも出たんですよね、はい、日本代表として、はい、その日の丸を背負って戦うっていうのはすごい誇りに思うことですし、責任もあることで本当にいい経験をさせていただいたなって思ってます。2011年にはなでしこジャパンが世界一になってワールドカップで、はい、あの渦中にいて加藤さんはどうだったんですか？そうですね、私自身も福本選手や宮山選手もなでしこジャパンで出てたので、すごいもうファンになったような感じで応援してました、はい、テレビの前で。そうですね、はい、チームメイトと一緒に。終わった後は ものすごいお客さんの数が増えて。はい、そうですね、鳥肌が立つっていうか、すごい環境の中でできることがすごく嬉しかったです。なでしこフィーバーから2年後の2013年、加藤選手自身も憧れの日本代表なでしこジャパンに選出されました。2013年、なでしこジャパン日本代表フル代表に選出されました。はい、はい、私自身の目標でもあったのですごく嬉しかった。嬉しかったですね。このなでしこジャパンではディフェンダー、そうですね、サイドバックを、はい、アンダー20の時に攻撃からそのサイドバックにコンバートしてもらって、それからずっと所属チームのイノゴベルでもサイドバックで経験を積んで日本代表にも選出していただいたっていう感じです。翌2014年にはイノゴベルがなでしこリーグのレギュラーシーズンで優勝。加藤選手も充実の日々を送ります。まあ、シーズンでいうとレギュラーシリーズ優勝したシーズンとか2012年とか13年とかそのシーズンとかが、まあ、印象に残ってますかね。しかしその後長年酷使してきた膝の故障が悪化。キャプテンを任された2017年は試合に出場できず、14年間所属したベルを退団しました。2017年には岡山イノゴベル退団となりました、はい、この時もだいぶ怪我の状態が悪くなってたという。そうですね、はい、膝を治そうと思って京都の病院でお世話になってっていう形で退団したんですけど、その京都の縁もあり京都のチームに次の年所属させていただく感じになりました。バニーズ京都に2018年に加入して3シーズンプレーということですけど、はい、まあ、初めて岡山から離れてプレーしたわけですね、はい、この3年間はどうでしたか？ユノゴーのチームはすごく厳しい中でのチームの雰囲気とかだったんですけど、京都のチームはすごくなんか明るく楽しくする感じのチームだったんで、いろんなことを京都でも学ぶことができました。さあそして、はい、2021年、はい、吉備国際大学シャルム加入と、はい、岡山に帰ってまいりました、はい、京都のチームに所属している時から何回か太田監督や赤木 GM からシャルムに来ないかっていう話はいただいてて、去年ですかね、京都のチームが群馬のチームと合併するっていうことになって、このタイミングで岡山に戻ろうかなって思って、まあサッカーするにあたってやっぱり最後は岡山でプレーしたいなっていう気持ちも心の中にあったので、はい、このシャルムにで頑張りたいなって思って入団させていただきました。実際に加入してみてシャルムのチームカラーいかがですか？すごく元気な子も多いですし明るい感じのチームなので、はい、いいなって思ってます。大学生の中に混じっても、はい、全く違和感ないです。 ありがとうございます溶け込んでますね、はい、
どうですかご自身としてこう10歳ぐらい年下の選手たちと一緒にこうプレーしている。そうですね、入る前は本当に年の差っていうのは不安だったんですけど、実際入ってみたら元気な子とか素直な子が多いのですんなり入れてすごい良かったです。京都の3年間で膝の怪我の方はもうだいぶ回復したわけですか。そうですね、はい、だいぶ回復して昨シーズンは1年通してプレーすることができました。膝の故障を乗り越え意識も変化しました。どうやったら膝の痛みがマシになるのかなって考えたり、ガラッと変えたのが食生活で、プラントベースっていう食事方法でなるべく植物性のものを体に取り入れてっていうんですけど、お肉とか魚を極力控えてみたいな感じでは、はい、してました去年。まあ、そのおかげもあって去年ワンシーズン戦えたかなっていうので。1990年生まれの門さんは、まあ、今年31歳と。そうですね、はい、わけですけれども、はい、このシーズンの目標はいかがでしょうか。このシーズンの目標は個人的にはワンシーズン通してプレーできるようにすることと、あとはやっぱり岡山でたくさんお世話になった人たちとか支えてきてもらった人たちがいるので、その方々に恩返し、サッカーで恩返しできるように笑顔や元気を届けられるように頑張りたいなと思ってます。なでしこリーグ2部の開幕は4月10日。岡山女子サッカーの宝が再びふるさとで輝きます。